忙しいとどうもごめん。いいどうもようこそ。どうもこんにちは。じゃあ、紹介しましょう。先ほどお話しました、イタリカ引っ越し何年間5年おいやいや、はい、3年ちゃうか、5年か、そうか、そうか、はい、元は里山ネッツァの綾部の、はい、ね、あ、米の、はい、米作り塾で、ああ、そうか、そうか、そうか、お世話になって、はい、はい、それで、やってきました、はい、今はここで野菜を作って、野菜を宅配に出したり、直売所も出してるかな、はい、そういうふうにしながら、農業で飯を食っています、という小西くん夫妻です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですが、小西くん、はい、あそこに見えるのが小西くんのところハウスなんですけど、はい、ちょっとどんなもの作ってるのかちょっと見せてもらいましょうか。はい、どうぞ。はい、お願いします。これなトマトって朝食べるとうまいですが、どうぞどうぞどうぞ。はい、いただこう。はい、ちょっとその赤の水また取ったんで、赤いのが少なくなってますけど、これはね、本当は夜じゃなくて、はい、朝こう、ああ、いい匂い。もう本当に朝、冷え切った時のその朝、ね、シチューとか、6時とか来て食べるときのね、うん。これ、こんだけ身が詰まってんやから、ぎっとの。これがね、朝だったらもっと美味しいんですし、本当に、トマトだけはね、新鮮じゃないと、この味はね、ここでしか食べれない。こんなんもう、スーパーに行ってからはね、こんな味じゃないですね。トマトケチャップの味がしますもんね。まだまだやっぱりうちはもう本当に赤くまで置いて、うん、ギリギリまで置いて、大きすぎてちょっと割れてしまう時があるから、やっぱこう最近あったかいんで、うんうん、もうやっぱりそんだけ発想の時に、うん、赤く完熟してしまうので、はいはいはい、そういうわけやね。はい。うん。おいしい。ありがとうございます。夏はこれですよ。本当冷やしトマトでお店屋さんとかにも出してもらっとってやっぱ人気そうですよね。やっぱり冷やしてそのまま食べるのが一番やっぱりごちそう、うんうん、そうですね。と、なんか、まあ、贅沢ですよこれ。そうやって食べてもらうのが一番もうありがたいですね。そのまま食べてもらえるとね、うん、うん、これ本当に美味しいですよ。トマト、ちっちゃいトマトがありますんで、うんうん、うん、こんなんを、まあ、野菜セットの中に入れさせてもらって、うんうん、まあ、やっぱり夏を言うたらもうトマトとか夏野菜が入っといたらやっぱり、うん、赤も綺麗ですし、そうですね、うん、喉の渇いたやつをこういうの水分で補うといつまでたっても体力が衰えんのですよね。そうです。これは麦茶だ、冷えたなんだ、ジュースだ、アイスクリームだ、そんなもんばっかりで口の中やつからまた次のものがもう喉が渇いてちゃうのもとかね、日本では悪い習慣ですよ。本当に喉が渇いた時はもう新鮮なトマト食べます。はい。だからこうやって若いんですよ。ダメだった？見せようかこれ。若いんです。本当にそうですよね。お客さんと一緒に作っていくという、うん、あんなんがないのか、あんなんが欲しいかとか、うん、こんなんは食べてないやろかとか、うん、そういうのをこう、ね、お客さんとコミュニケーションをどこかで取りながら、うん、はい、電話だとか頼りだとか、うん、娘が大変これが美味しいと言っておりましたとか、うん、はい、私の知らない料理を、はい、孫が来てこの人食べたら美味しいでって作ってくれたらそれまた美味しかったですとか、うん、孫も喜んで食べましたとか、うん、そういうたりをいただくと、うん、で最後にまた今度もよろしくお願いしますって買うと、うん、よーし頑張ろうろーって、ね、もう思いますもんね。もうやっぱり夏しんどいやん思ってもそういうの見たら頑張らなと思いますよ ね、変わった野菜でもこうやっぱスーパー行ったら同じ野菜しか買わないってみんなおっしゃってて、決まった野菜コーナーしか行かないんだけど、送られてきた野菜を初めて使ってみたら美味しかったとか言うので、そういうなんか楽しみがあるっていうのを書いていただいたりしたら、あ、なんか珍しい野菜を送ってどうと思ってたけどすごい嬉しかったりしますよね。やっぱり生きがいですね、それね。そうですね、お金いただくことも生きがいなんですけど、それも必要なんですよね。もうちらもそうですよ、直売やってるとそうなんですけど、やっぱりお客さんに励まされて頑張ろうかなって思うのはやっぱり直売をやってる人間はみんなそう思ってると思うんですけど、そういうのをやっぱり生きがいにして
農業も頑張りたいなと思いますね。はい、うん、もうまだあとはまあそういうやりたい人がいっぱい増えていったら、そう、面白いと思います。お互いに研究し合って、こんなん作ったけどどうやとか、ね、こんな種あるんやけどどうやとか、うん、こんな苗お前どうやいっぱい作ってみへんかとか、うん、お互いこうやり取りをして、そうですね、まあ、この辺にもそういう人がどん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 今入ってきてもらってますけど、もっと増えていったら、もっと増えると、もっと面白い、百姓天国みたいな、そうですね、ね、すごいいいですね、百姓天国、百姓天国いいですね、ほんまに、ね、楽しみですもう、ね、百姓天国いいな、うん、あ、一曲作らなあかんねえ、ほんまにほんまや、ね、誰か作曲頼もう、なあちゃんと作詞と、なあちゃんみさくんに、みさくんいいな。ほんまやな、みさくんに、うん、他にもオファーがあるみたいに忙しくなって田舎へ来い、百姓せい直売直売直売だほぉみたいな流してもらえ、これほんまに百姓万歳みたいなねみんなやらなかった踊りもつけて百姓万歳よほぉ振り付けつけてもうて、ねえ、ここは本です、まあ、そういうところですね、うん、はい、ねえ、うん、じゃあ、まあ、ね、まあ、無理に頑張らず、ほどほどで頑張りましょう、はい、今日はすんません、どうもいいありがとう、はい、ありがとうございます、おきに